はいどうもさっくんです。今回はこちらの箱を開封していきます。えー、上新ウェブで購入した、えー、久々の、えー、新品の鉄道模型を開封していきます。これは何やこれはですね、まあ開けてからのお楽しみです。多分昨日以降の動画で何個か 言ってたものになりますが、もう早速届いてしまったので、こちらも合わして開封していきたいと思います。これを上心で予約した時に若干ミスがありまして、結構前にツイッターでつぶやいてた117系の福知山食。それと同時に、もう一個これ、 あの、1ヶ月違いに発売するものを同時購入してしまって、やっと、117系の福治山食も、ここに一緒に入って、えー、発送されました。酔っ払った勢いで、えー、2つとも購入したっていうのが、事実なんですけども、<laughs> ま本当はこれ1個ずつ購入すれば、えー、117系も先月に届いてたんですけども、残念ながら、 この3月26日販売分と一緒に到着いたしましたお見えてきましたねオレンジの帯オレンジの帯の車両来ましたねいやー待ってましたこれですよはいこちらですね鉄道コレクションで出ました 元気日本鉄道7000系6両セットですねはいこれがやってきましたでその下に、えー、先ほど言ってた117系のこれ福知山色が入っておりますあとはこれもね今開けちゃいましょうかこれはですね昨日おとついとかで多分言ってた 商品だったと思います。外しましょう。こちらです。また115系。<laughs> 115系の懐かしの新潟色 N40 編成ですね。買っちゃいました。<laughs> お芋色です。要は。最近出た方から見ていきましょう。近鉄7 0 0 0ロ6 0セットですね。えー、後ろはこんな感じ。 これ、朝潮橋かな。これ、阪神高速湾岸線見えてるんで、これ、朝潮橋ですね。そこまでわかる。もう、マニアならわかるね。これやったら。こ阪神高速なんで。もうちょっと行ったら、これ、天保山なんでね。えっ、ー、と、これは、あの、登場時の仕様だそうですね。登場時と言っても、全然わからん。 あの、方向幕が変わったぐらい。LED 化して、追接の窓枠形状変更。多分ね、この2連窓が1枚窓になって、7000系と7020系ってあるんですけど、7020に、あの、合わした仕様に変更されたって感じですね。そして、え、シャバンの方がね、 えとコスモスクエア大阪港長田側から71007200300400500600と順番に2コマに向かって番号が並んでおります行き先の説明と動力化の組み込みですね、えー、第3機場のこの終電集がついてる編成に動力を組み込んでくださいということで 多分、えー、3M なんで、えー、この動力がついてない。まあ、実写は、えー、T 車のところには、この動力化の台車枠が入ってない。ということで、この 3, 3両のうちどれかに、えー、動力を組み込んでくださいということです。行き先はもう早速、なんか大阪港って書いてるんですけど、 あったんかなこの時代あんまり分かってない。で、対応のパーツなんですけども、TM の 06R ですね。これが18メートルですね。で、TT04R。これは普通にグレーの、この、連結機のタイプの走行用パーツですね。 じゃあ中身ね、えー、言っててもしゃあないので見ていきましょうこれがさっき言ってたあの動力に組み込む台車枠ですねなのでここに終電集がついてて、まあ、第三機上なのでパンタグラフはもちろんついてなくてここに終電靴がついてる終電集ですねこの終電集がついてる車両に動力を組み込んでくださいということです 行き先の方は、こんな感じです。大阪港、コスモスクエア。あ、これ古い方の大阪港ですね。ローマ字がついてない大阪港から、えー、コスモスクエア大阪港、森の宮、イコマ。もうこれ登場時なんで、学研なら止めようかない時のものになります。一緒なので、 えー、簡単にこの先頭車だけぐるっと見ていきましょう。7101番の。これが大阪港よりですね。形状はめちゃくちゃいいと思います、これ。なかなか、出来のいい。この卵型をね、再現するのが以前自作してた方苦労したと思います。これが、 えー、あっさりと製品化されるというのは、本当に悲願だったと思います。皆さん本当に待ってたかなと思います。床下はこれ MG で良かったんかな。MG とコンプレッサーでこのように雨どいとかもこの辺ちょっと、細かい表現が再現されてます。クーラー周りは、 えー、キセだけシルバーになってますこれめちゃくちゃリアルやなこんなとこにベンチレーターみたいなのついてるねなちょっと中身分解しましょうはい中身こんな感じですね 色はもうシートを基調にしたパーツなので、オレンジ一色となってます。運転席はこんな感じ。このように、運転席のこの、ケーキ類のとこが結構リアル。<laughs> 椅子もなんか簡単にですが、再現されてます。で、ここに、えー、車掌台の方ですね。 もうちょんとなんかサービスのように何かついております。ちょっと車掌台って感じかな。まあまあこんな感じでしょう。すべてロングシートなので。あ、これ、窓の表現が、これあのサザンプレミアムの時みたいになってる。この押さえができひんのかな この押さえるように、このわざわざ窓、窓こっち広げてきて、この屋根パーツで押さえてるって感じ。うわぁ、こんなんなんですね。これやめてほしかったなこのね、ここの窓を止めるためだけに、この運転席の窓とこのように一体成形にして、 屋根で止めてるという形ですね。簡単に言うと。うわ、これは、これは面白いな。でもやってほしくなかったやり方の一つです。しかも、この真ん中が突き抜けてる、二本足みたいになってます。これはちょっと意外な発見でした。 では、戻しますか。はい。あとはですね、この丸みを帯びてるせいで、この靴刷りが、ちょっとぶっといのが特徴です。でロゴマークは、こんな感じです。近鉄の えー、車輪のようなロゴマークに、えー、斜めに近鉄と書いております。その他文字の表記は本当に1コマぐらいですかね。あとは、えー、車番の数字ぐらいでしょうか。週刊車はまあ至って普通です。もう屋根の配置とかも全然普通です。台車は これ、トレーラーの台車なので、先ほどのものとは全然違います。えー、ブレーキの、この、ここのね、あの、細かい部分も、少しながら再現されております。反対向けたら、あれって感じですけど、まあ、このような細かい部分まで、きっちり再現されております。 中間車両の中見ますまあまあこんな感じでしょうって感じですオレンジ貴重の、えー、床板パーツですねこれが1 1 7円300番台こんな感じですねやっぱこのハイグレードだったらこのカーブを描いた あの映画書かれてるんですねはいシャバンのインデータに関してはすべ、えー、て緑こういう感じになっておりますで運搬もちゃんとあります多い,いですねで付属品が あ、これですよ、これ。えっ、ー、と、新快速、快速、普通と。これ、あの、最近の西日本の、えー、表現の、えー、タイプになってます。これは欲しかったですね。で、トイレタンクやら、その他、もろもろ。これ、台本とかもちゃんと、カバーの種類もあります。 で、これ、シャタン部パーツですね。シャタン部の、この辺の配管の、パーツになってます。で、戦闘車はこんな感じです。これは多分皆さん、1000、1ヶ月前ぐらいに、え、購入してはる方、かなりいたと思いますので、この辺は割愛させていただきます。 300番台の理由なんですけどもね、それだけ簡単にえご紹介したいと思います。なぜ300番台かって言われた理由がこちらですね。117系らしくないロングシートの長さ。これが特徴です。福島線のね、ラッシュに対応するためにこのような ロングシート化を勧められたんですけども、じゃあなんで二扉の電車走ってんねみたいな <laughs>、あの、突っ込みどころしかない、えー、時代の車両でした。で、中身のこの運転席の表現。これが、運番を光らすために、わかるでしょうかね。えー、黒い、 ここまで黒いものがね、ニョキッと出てるんですけど、これがね、運搬を光らすためだけの <laughs>、えパーツになってます。で、えっ、ー、と、正面の行き先を、えっ、ー、と、快速から、えー、普通とかに、ね、するときは、これをですね、ピッと外して、ここをピッと外して、裏側から抜くという。 ことになります。これはまた後日の動画で、えー、お伝えします。そしてこの117系といえば、えー、個性戦で走ってた頃に、えー、このどっちか忘れましたけど、100番台の原色が、 入ってた編成があったんですが今度100番台出るんですよねだからその100番台買ってここに組み込むっていう方もこれから多いかなと思いますでこれで、えー、欠かせないパーツをちょっと買ってきましたこちらですえー、っと PS16W 型パンドグラフ なんですけども、これ見ていただいたらわかるように、パンタグラフの終電の部分が、これ2本下に飛び出てるのがわかるでしょうかね。このタイプは、えー、登場時の仕様です。なので、時代によったら、この0289の PS16W 型のパンタグラフ、 に交換しないと、えー、個性線など走れないかと思います。この W 型っていうのは高速がかり太陽のファンタグラフですので、これをつけることによって個性線とかで走ってた仕様に変更できます。では最後にですね、これです。 115系の1000台、えー、懐かしの新潟食 N40 ちょっと新品ではよう買わんかったんで、なんか安くなるタイミングないかなということで待ってたら、Yahoo ショッピングの方でかなり安い店がありましたんで購入いたしました。こんな感じでパッケージもね、 このストレートで巡行の写真、めちゃくちゃこれかっこいいな。編成は N40 ってことで、前回の動画でヤヒコ色やってたんですけども、それと同様にここにまた N40 と貼り付ける作業があります。まあ多分内容は同じですね。これ見てたら、このドア下暖房のこのインデタ、 ととかと、まあ、優先とあとはこの辺の周りやるぐらいかなと考えてます、まあ、さらっとこの色だけ見ていきましょうかお外れてるんこれまさかの開けたら外れてた色はこんな感じですねこれの80系とかのねあの湘南顔の 車両がまとっていたカラーですね。それが懐かしの新潟色という名前で復刻いたしました。で、指定はこの車番なので、このように1079番となってます。はい。これはもう、それの塗装以外はほぼ、えー、ヤヒコの時と同じですね。 色こんな感じですね。あとはパンタグラフもね、これ PS35 ついた状態、ほんまに晩年の状態ですね、はい。はい。こちらは付属品なんですけども、これなんか、シャバンがこの銀色の。 これ何が違うんかなえっ、ー、と違う同じ塗装をまとっていた N3 編成をやりたい場合はこのインレタ貼って再現してくださいということです。はい。まあ問題が解決したということで、まあ、開封は以上になります。ちょっと長々となってしまったんですが最後まで見ていただいた方本当にありがとうございます。 よろしければ、えー、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、高評価や Twitter のフォローもお願いいたします。それでは。